こんにちは、シュウです。今回は獅子を使っていこうかなと思います。獅子がリーダースキルで闇か火を5個以上つなげて消すとリダフレで150倍近く出るんだよ。なんでサブを全員カッカブリにしてみたんだよね。そしたらめっちゃいい感じなんじゃないかなと思って、さっきすごい P とかねめっちゃ使ってスキルままで頑張ったんだけど、なんか思ってたのと全然違うんだよ。もう1コンボで全部倒せるみたいな。ちなみにここリンシア降臨だね。いけんのかなと思ったけど、まあ、確かに楽っちゃ楽なのかもしれないけど、ここまでね頑張って作る必要がまるでないと思う。でここ何回かやってみたんだよ。でここさっきまでプラツン振ってなかったんだよね、カッカブに。そしたらここすら倒せなかったんだよ、左側。なんでちょっとデーモンぐらい普通に倒してほしいなと思って、まあ必ずしも1コンボにしなくていいっていうのはあると思うけどね。でここだから1コンボじゃ倒せないんだよ。ここから、あ、今2コンボしたね。多分倒せないんじゃないかな。そうなんですよ。なんでちょ全然強くないんだよね。まあ今3コンボぐらいしたら倒せたのかと思うけど、だってこれなんかせっかく頑張って作ったんだけど使い道がないんだよ。グリモワールだといけんのかな。みんな獅子王どうなんだろう、作ったのかな。獅子王ね、ワンチャンなんかどっかですげえめちゃめちゃ使えるんじゃないかなと思ってる。このスキルが優秀だから。なんで当てときたいけど、前も言ったけどね、ヒコ持ってないヒコはヒコ優先だと思う。これ4ターンでね変換できるスキルあるとすごいよね。フェイスとある分若干遅いんだけど、あ、ここだとここだといけそう。これ何の動画なんだろう、なんかただ頑張って作ったよ動画になってんな。別に特にね見せ場とかないですよね。うん、これカッカブじゃなくて火の丸カブだっけ。あれでもね同じことできそうだよね。私丸カブ4体持ってなかったんだよ。カッカブ4体持ってたんでカッカブでやる。あ、ここならいける。あれか、リンシアが逆に難しいみたいなとこあるもんね。ただ周回ってなると今マルチだからね、別にソロでこんなに頑張っても多分これは使うことないんじゃないかな。うん、ただループにできるからなんかちょっと自己満だね、本当に自己満、頑張ったぞ的な。で最後なんか獅子を使って、うん、いけるね。最後獅子を使います。獅子のヒュッてやってスッてやれば、いやでも、いや無理か。いやでもここ多分獅子を使えば余裕でワンパンできるんだけど、丸株でワンパンできるのかみたいな。でもこれ結構昔のダンジョンっていうのも正直あるね。うわ、言えた、半分も削んないんだ。ちょっとなんか違うな、思ったのと全然違う。これだといけると思う。うん、なんかよくわかんないっす。バイバイ。